はい、皆さんおはようございます。今日はですね、2018年6月の10日朝の7時です。よろしくお願いします。おはようございます。みんなおはよう。いやー、困っちゃったね。さっきね、リスナーさんから教えてもらったんだけどね、ドレさんがね、男官塾辞退するって言って、なんか言ってる感じらしいですね。ちょっと困ったなーっていう風になってます。はい、ワドツー。ミスケいらっしゃい。トモさんいらっしゃい。チトいらっしゃい。コンケンさん、ワドツー。よろしく。タクミさん、おはよう、ワドツー。いやー、困っちゃったねー。肉まんプレゼントありがとう。どうなんだろうなー。まあ、しょうがないよな。俺ら気分屋だもんな。俺ら気分屋だかんな、しょうがねえよな。まあ俺らがいかにさ、こういうことが起こるさ、俺らがいかにさ、その協調性とかさ、社会性とかが一切ないかっていうのがよくわかるでしょ。あ、これ普通の仕事できないわっていうのがよくわかるでしょ。はい、お疲れ様です。ちょめちょめいらっしゃい。厳しいもんがあるよね。カズおはよう。まあ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 。まあそれも楽しんでいかないとダメだよな。うまくいかないのも含めて、全部を含めて楽しもアルイス、おはよう。カズ、おはよう。おはよなんで今更出たくない？いや、俺もね、放送見てないからわかんないんだけど、なんだっけな。なんて言ってたっけ？なんか、やり方が気に入らないとか、そんな話だっけ？なんか、なんて言ってたんだっけ？ 俺もコメントでしか把握してないから分かんないけど、とにかく出ないっていうことはもう完全に表明したんだって。おはよう、メルシロさん。誰か聞いてた人、なんて言ってたんだっけ？要は、なんかあれでしょ？出ないっていうことと、まあ、ディスをしてたってことだよね。トイレ行ってくるわ。おはようのんちゃん。要はなんか VTR のいじられ方がなんか気に入らないとか、なんかそんな感じだって言ってたけど。おっぱよー。LINE 見て、あ、ドルさんから来てる？ちょっと待って。
ああ、かかってきてるわ。おはようございます。おはようございおはようございます。放送中ごめんなさい。どれさん、なんか弾丸色出ないってリスナーさんから聞いたんだけど、本当っすか？ます。いや、だって、他のやつにはさ、なんか期待してますよみたいなので、それは出来レースみたいなの言ってもしょうがないから。そうっすか。了解です。わかりました。いや、わかんない。行くか行かないかわかんないよ、そんなの。まだこれが、要するに着地点が見えないから、そのもう決まってる便所とか最初から選ばれるやつが決まってるところに行ってもしょうがないから、行くのどうしようかなっつってる時点で行かないって言ってないよ。たださ、その公式にやるのに、俺には時間も場所も未定で、何人かにはなんか期待してますって書いてあったっていうから、じゃあもう決まってんだったら行ってもしょうがねえよなっていう話。決まってないよ、全然。そんなことないよ。あのね、ツイッターの DM に関して連絡が来てないってこと？どれさんに。ちょ、来てるけど、合格しましたよとは来てるけど、差があるってこと？そう。あー、ごめん。DM の内容までは把握してないけど、いや、すまんっていうか、別に和道がやってるわけじゃなくて、そのある北郷っていう人がやってることなんでしょ？違う。メールを、ちゃんと説明しないとあれかもしれないけど、アルさんは運営としてやってない。アルさんが DM を送ってるわけじゃないよ、ドルさまあ、じゃあ、あの人がっていうか、その出来レースみたいなところに行ってもしょうがないよ。時間の無駄だから、最初から決まってるようなもんだったら。いや、最初から決まってないよ、全あと、やっぱ落とし然。どころが見えてこないんだよね。そのどこに行きたいのか、何をやらせたいのかが、何回見ても分かんないから、じゃあやる意味あるのかなっていう。まあ、そっエかンそっトか。リーしといて申し訳ない。それ選んでもらっといて申し訳ないけど、それが分かんない以上、やっても意味あんのかなっていうのが正直な話。迷ってるっていうか、まあ意味ねえんじゃねえかこれっていう感じなんまあ、だ。ぶち壊しに行くかもしれないけど、いや、ぶち壊されるのは俺としてもちょっと困るんだだいけたいど。ぶち壊すってそんな物理的な話じゃなくて、一発かましあれでして、ょ？全裸になって暴れるんでしょ？かかってこいよって、俺は最強の配信者だぞっつって。傷跡を残してっていうのはあるけど、なんかいまいちわかんないんだよ。その、わかんない上に、なんか俺のところだけ、ダンカンのリアクションゼロだったからね。何のコメントもなしだったから、正直言っもうていい？決まってんじゃないのっていや、う、じゃあ行ってもしょうがねえよなっいや、決ていまうってさ。はないけど、俺もドレさんのフォローしてたじゃん。いや、こういうことやってたんですよ。最後のやつ、和道が来てないやつ。いや、違う、あれ同時収録だから、俺、あれは1日で収録してんのよ。興味ないんだろうなっていうリアクション取られてるのに、言ってもしょうがないよねって。だって、ひな壇芸人みたいなものの介護官だって自分で認めてるもんだから。介護官？誰の？いや、ある北郷の介護官でしょ。芸能人の介護官だって自分で認めてるようなもんだから。選んだ基準もよく分かんなければ、あと何回オーディションがあるのかも分かんないし。あれだよ、次のやつで、5人選ぶんだよ。確率5分の1にして、もうそんな便所とか野田総理に期待してますって書いたってことはさ、俺には書いてなかったってことは、もうほぼほぼ内定みたいなもんじゃんって俺は取ったけど、まあ、そう正いう直。差があるっていう、運営からの連絡のはずなのに差があるってことは、だったらじゃあ行かねえよって話だよ。だってもう、ダンカンだって言ってたもん、自分で。誰が来たっていいよって、もう、多分何人か来ないんだろうから、選ばれてない人だって誰だって来ていいよっつってたんだから、そんないい加減なんだったら行かねえよって話だよ。そっかそっか。まあ、事実確認しないとなーとか思ってさ、ごめんね、放送中に。いや、事実確認っていうか、俺はそういう印象をエントリーしたとはいえ、そういうふうに思ったよっていうことを自分の配信で言ったんだから。分かった。別に俺が来なくたって企画成立するでしょ。
だって誰が来たっていいっつってんだから、ダンカン本人が言ってんだから、うん、だから選ばれなかった、うん、別に振りじゃないけど、アイコが言ったっていいわけだよ、いいって言ってたんだから、うん、ただその、うん、交通費とかそういうのは出ないよって、だからその、うん、負担するのは自分自身だから、うん、来て落とされても文句言わないでね、その代わり誰が来たっていいよっつってんだから、うん、そんないい加減だったら行かねえよって、うん、なるほどなるほど、そっかそっか、うん、だから別に企画自体とかに文句があるわけじゃない、うん、それは向こうの企画だから、うん、俺関係ないけど、うんうん、そっか、うん、OK、ごめんね、なんかあの配信中に、だからなんでお前が謝るんだって、いやいや、運営じゃないんだろ、別にただ配信者をよく知ってる人として、うん、まあ運営じゃないっていうか関係はしてるけど、別にお前が謝る必要ないじゃん、うん、あ、いやいやいや、なんか不快な思いさせちゃったんだなとか思って、うんうん、別にお前に対して何も言ってないって、うん、いや俺お前に対してっていうよりも、ほら、ただオーディションの連絡するのに、うん、あなたには期待してますよって大手にだけ言うのはおかしいんじゃないの、それってどっから流れた情報なの、そう、あなたには期待してますよって、リスナー情報、いや便所が多分放送の中で自分で言ったんじゃないの、あなたには期待してますよってって、うん、俺なんかそういうこと言うように思えないんだよ。で、アルさんが別にメールを送ってるわけではないのね、実際。うん。うん。いわゆる鳩が飛んでる状態で、別に便所がそう言ったっていうのは俺は動画で見たわけじゃないし、うん、別にその運営側が期待してますよっていうのは勝手だけど、うん、俺そんなのオーディションだと思ってないから。だってやる前から決まってんじゃん、そしたら。いや、決まってないって、だから。じゃあなんでそんなメールのライン差があんのさ。いや、わかんないけど、それは。まあ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 。まあ、OK、OK。うん。あ、明日よろしくお願いします。頑張るんで。今日だ。OK 。走ってるんで。少し多分スタミナ上がったと思うんで。それよりこれからだよ。あと10日、うん、今日までじゃなくて、あ、もちろんもちろん、ギリギリまで走んないと、もちろんそんな急に心配機能なんか上がんないから頑張ってね、怪我しないように、うん、まあ、今日もまあとりあえず怪我がないようにね、それだけは注意するんで、うん、了解です、よろしくお願いします、はい、うん、お疲れ様です、なるほど、うん、まあまあしょうがないか、うん、まあまあしょうがないでしょ、もう謝るしかないね、謝ります、仕方ないですね、うん、あ、いいよいいよ、もう全然、うん、いやしょうがないじゃん、だってパールちゃん、うん、気に入らねえって言われちゃったんだから、そんなねえ、うん、あなたには期待してますよって送るか、でも、もう絶対そんなことないと思うんだけどな、え、便所さんそんなこと言ってた、あなたには期待してますみたいな、うん、いやまあまあいいじゃん、うん、どっちが謝ろうっていう話じゃないから、うん、気分を返しちゃったならしょうがないじゃん、今回ね、セコンドロハコさんとね、鮫島さんに一応お願いしてますね、僕からぜひお願いしますっていうことで、まあまあまあみんなが言ってた通りだったね、うん、まあしょうがねえか、
便所さんがそんなこと言ってた。どこだ。いや便所さんのツイッター見てんだけど、そんなこと書かれる。ロハコさん連絡取れないね、既読もつかなくて、もしかしたら本当に既得状態かもしれないね。フォローありがとうございます。 DM の内容のやつあったけど普通だった。いやなんかね、そういうひいきとか一切するつもりがないのよ。だからなんか決められた出来レースとか、なんかなんでそうなってんだみたいな、どこをどういうどう解釈したらそうなるんだろうっていうのが分かんないんだよね。どこにあるツイッター、どっちだろう。トゥクトゥクの方かな。いやだから連絡つかないからどこの病院かも分かんないし、放送時間分かっちゃっただから何でもさ裏側の情報晒しゃいいってもんじゃないでしょ、ほんと配信者これだからさどこに書いてあんの。ちょっとダメでしょ、何でもかんでも晒しすぎなんだよみんな。どこ、ツイッタートゥクトゥクの方、もう一個の方かな、どれだろう、本赤の方。いや、ドレさんの使い道がどうとかじゃなくて、普通にね、出たいわけだから。これか。これでひいきしてるっていうのはこれか、ツイッター。運営さんから、弾丸塾、ある北語。これだね。見てみましょう。ああすいません。便所太郎様お世話になっております。今回書類選考の結果、オーディション進出決定いたしましたのでご報告させていただきます。エントリーシートやお写真などのご用意誠にありがとうございました。今後、ご自身の配信スケジュールのこともあるかと思いますので、取り急ぎオーディション放送の日程をお伝えします。期待してますっていう文言ないじゃんどこにあんのよこれをさ、お前便所は大手が出来レースなんだろうってさ、どうしたらそうなるんだよ。どういうこと？これを見て、俺はカマス犬なんだろうみたいな。お前ら、ちょっと待ってよ、もうドレさん被害妄想出てるじゃん。どこ、この文面絶対ドレさんにも全く同じ内容が言ってると思うのどういうことよ、全然期待してますとか書いてなくない。おいドレてめえこの野郎、受かったから乗り込んなんか出させてやるよとか書いてんならわかるよ。書類選考で流されたっていうのもそんなこと言われてもさじゃあ何、わドレさんすごいね、優勝候補だね、色が黒いね、面白いねって言わないといけないの全員に対してそんなのある、そんな、なんでそんなところ、どういうことよ。いやこれ普通だよね。ね、これ見てさ、俺だけ出来レースなんだってなる？これ普通のビジネスライクなメールでしょ。念の太郎様お世話になってますって、今回書類選考の結果オーディション進出決定しましたので報告させていただきます。どこにもないじゃん。エントリーシートやお写真などのご用意誠にありがとうございました。今後ご自身の配信スケジュールあるかと思い、取り急ぎオーディション放送の日程をお伝えします。どうしたらいいんだよな。いや
違うよ、オーディション締め切った2日後に俺呼び出されて、まだ間に合わないかなって言われて、いや出るんだったらスタッフさんに聞いてみるよっつって俺ねじ込んだんだよ。でドレさんお前関係ねえって言ってるけど俺全部話してるんだよ、裏方で番組作りと誰、しかももっと言うならドレさん誰とやってるかまで走ってるんだぜ。それであれはねえだろう、うん、結局鳩に騙されたっていう。そんなさ、あなたもう閲覧300人から600人ぐらい安定してる配信者でしょ、どうしてまだ慣れないのよドレさん、うん、あれなんで音流れるんだ、どうしたらいいんだよ本当に、うん、いや電話で言わなかったのっていうか、いや俺は事実確認で本人が出ないっていうのあったら俺が謝るしかないじゃん。いいよスタッフさんに俺が、いやドレさんごめんなさいって、なんか気遣っていただいたのに本人出る気がありませんって言ってますって言って、すいませんって代わりの人見つけますって俺が言うよ、しょうがないじゃん。そんな本人が乗ってねえんだから。正直言うとハマってなかった、うん正直言うとその拾われてなかったのよ、だから俺もフォロー入れたのよ必死に、うん、まあ、本人が出たくないならね、代わりに出たい人いっぱいいるからね大丈夫でしょう。でもさ、いやー誰でも来ていいよっていうさ、もう会心のギャグなわけじゃん、ある北郷さんとさダンカンさんの、もう来ちゃえばいいじゃんって言ったよ確かに。だけどさ、それをマジで捉える人って俺ドレさんだけだと思う、受かった方がだよ受かった方がそれ言うんだよ俺。もうじゃあ芸人さんの話全部鵜呑みにすんのかって思うけど、まあまあまあ、いや困るよ、25日穴が出たら埋めないと、スタッフは大変なんだから、書類も書き換えないといけないし、エントリーの、うん、でしょ、やらないと。ドリさん枠ずっとやってるよ、枠やってるやってる、さっきから枠再開じゃなくて今ずっとやってるよ、枠中だよ、うん、美味しいとこ逃げるって何よ。だしょうがないじゃん、本人が出たくないっつってんだから。こんな出来レースなんだって言われたら、だって そうじゃないよって言ったじゃん。だどうすりゃいいんだよ俺。いや出てほしいと思ってたけど出ないっつって、本人がやる気なかったらしょうがないでしょ、謝るよ俺。いや、わかんない。行くのか行かないのかわかんないから、いいんじゃん。行かないって言われたら、明日会うし、行かねえよっつったら、じゃあ俺が頭下げるよ。こびてないよ、別に。しょうがないじゃん。本人が出ないっつってんだから。出たくない人に出てくださいって言ってもしょうがないじゃん。本人が出たくないって言ってたら、しょうがないよ、それは。だっていやいややってたらみんな笑えないじゃん。だってドレさんのリスナーも出なくていいよってなってんでしょ多分。出たい人いっぱいいるんだから他の人出ればいいんだよ。だって怒らないのっつってもさ、怒ってもしょうなくない？怒ってもしゃあないじゃん。だって怒ってドレさんの気持ち上がる？上がんないでしょ。いいじゃん、本人の気持ち優先すればいいじゃん。だって俺ドレさんの生き方してねえからわかんねえもん。でヒカルくんとかすげえ楽しみしてたから、ヒカルくんに頑張ってもらったりとかすればいいんじゃないの。うん、優遇してやっ
したとは言わないけど、俺はだから友達だからさ、バド俺もちょっとトライしたいって、ネルとか緑とかよりも面白いっていうことを証明したいって言われて、あ、運営さんがもしよかったらいいよって言って、運営さんに速攻電話して追加募集かける形になったから、もしよかったらかけてみてっつって。でも不公平が出るとダメだから、どれさんだけシートっていうのはダメだから、追加募集っていう形を取ったよって。こっちはフェアにやったよ、エントリー漏れがあったっていうことで。でまあ出たい人出るんだったら出ればいいじゃんって言って、でそれでエントリーしてきたんだから。謝るのは俺ドレさんには謝んないよ。ああ、まあドレさんに謝ったのは、まあ気分悪くさせてごめんねっていう。でも俺としてはどうしたらいいんだよとは思ったけど、まあいいじゃん、本人が出たくねえっつってんだから。そうそうそう、追加募集の流れはだからドレさんが頼むって言われたから、ミーティングして、でじゃあね、どれさんだけ受かったらおかしいし、まあ人数ももうちょい、じゃあエントリー、確かにエントリーシートが来てなかったのよ、荒野とかエイメンとかから。じゃあもう一回促しますかっていう風にスケジュール変えてくれたんだよ。まあいやいや優遇したよ。だけどフェアにやったわけじゃん、それでパトラッシュさんとか来たわけだから、あー俺エントリーし忘れたっつって、なんで俺が怒んの。まさきさんいらっしゃい。まあまあしょうがないじゃん。だから俺は乗ってる人とやりたいから、やりたくてしょうがないっていう声を信じたいから、そういう人と一緒に仕事したいから、そんなね、やりたくないって言ってんだったらしょうがないじゃん。怒るも何もないじゃん、大人なんだから。怒ってどうすんの、怒って何かいいことある、怒って何か好転すんの。別に好転しないじゃん、俺とドレさんの人間関係悪くなるだけだから、いいじゃん別に。困ったなーでいいじゃん。ですいませんでしたって言えばいいじゃん。俺が人選ミスで、わがままでスタッフさんの仕事増やしてすいませんでしたって。いやだから謝れやいいだけでしょ、俺がスタッフさんに。そう、パトさんがバーンって来てるわけだ、ドレさんの流れのおかげなんだから、それでいいじゃん。リスナーさんからするとそれが楽しみなわけでしょ、面白い人が見たいわけでしょ、だからいいじゃん。なんで俺が怒られないといけないんだよパルちゃんに、意味がわかんねえよ俺が何したっつうんだよ。なんで俺怒られてんの。踏んだり蹴ったり、まあまあしょうがない、お約束だよ、しょうがない。板挟みになるのはしょうがない、そういう役割だから。逆に俺が配信者ね、使ってくださいってお願いしたんだから、ここで動かないと仕事になんないでしょ。いやいや、だから我々配信者が利用されてるだけっていうのは、だからそう思うんだったら、だって正直言うよ、それはあるでしょ、それはあるでしょ、運営側にも。俺あると思うよ。で YouTuber でやろうか一般人でやろうかって言って、配信者の時に俺は正直この人たち閲覧持ってますからメリットありますよっていうのが推しどころなんだもん。でもだよみゆさん、それ確かに一理あるんだよ、閲覧が持ってけて数字が伸びるっていう部分は。でもダンカンさんと絡めるとか、ある北郷さんと絡めるとか、ニコ生ふわっちツイキャス先猫やってできるっていうメリット配信者にもないと思わない。いやそれ冷まるよ俺パルちゃん。でもそれが仕事なんじゃないのストレス溜まって普通じゃない。風船ありがとう、アルイス、アイテムありがとう。
でもそれが仕事なんじゃないの。俺はモヤモヤしたりストレス溜まるけどしょうがないじゃん。そうそう、お互い利用できるじゃん。いや、ダンカンさんと絡んだんだって言えるわけじゃん。配信のネタにできるわけじゃん。そう、なんかお互いにあるんじゃないのっていう。で、ダンカンさんサイドはさ、利用させてもらうよとかギャグにしてるわけじゃん。配信者はぐち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 だし、俺らのこと利用しやがってって。ダンカンさん、売名させてもらうよっていう配信者いないよね。だからそれがダンカンさんと配信者の差なんじゃないの、うん、俺はだから、ダンカン売名できるぜ、イエーイってやってるやつがかっこいいと思うけど。ダンカン利用しまくってやるぜみたいな。だからそれが差じゃない？うん。だってメリットがお互いになかったら仕事って組む意味ないからね。お互いにメリットがなかったら、お互いに組んでていいんじゃない、うん、まあまあまあ。でも俺ちょっとシュールポイント言っていい？ちょっとこのみんなが見過ごしてるけどシュールポイント一ついい？俺はドレさん2だから見逃さないけど、 OK？ 聞きたい人、ここが今回のドレさんの見どころだよっていうのがやっぱコメント欄に書かれてないんだよ。みんなドレ2ぶってるけど俺はドレフリークだから言っていいっすか？ここ、こさっきの発言で言いたい、聞きたい、聞きたい、わかった。テレビに出るとかの落としどころが見当たらない。すっぽん皇帝テレビ出たい、これが本音。お前よ、テレビに出るところとか落としどころがねえだろ。さすがすっぽん皇帝の CM 撮った男、テレビなんだよ。わかる？わかる？ここは俺聞き逃さなかったよ。テレビ出たいんだっていう、そこいじんないと、うん、いやそこでしょ、テレビ出させろよアピール、うん、テレビ出れんのかよってことだから、要約するとそういうことでしょ。おい、テレビ出れんのかっていう。いや俺で、ね、もうね恥ずかしいよやっぱ配信者。何かに売名するくらいならこれこれとか石川に売名した方がいいんじゃね？だったらそうすればいいじゃん。そう思うんだったら闇聞き逃さないよ俺は。配信では俺 NHK 出てるからねって言ってた。だからテレビ大好きなんだよ、うん、テレビ大好きなの、うん、あれ流れてからちょっとした有名人だったんだ。まあまあちょっとした有名人は本当だからな、うん、まあまあ閲覧ね300、400あったらちょっとした有名人なのは本当でしょ。まあしょうがないね、ドレさん自体か、残念だな。あ、うまみがない、うまみがないって他人のふんどしで相撲を取りすぎじゃないの。いやもういいよ。卵味噌期待するよな。じゃあな、パトラッシュさんの方に期待するわな。そう思わない？え、いいよって気分じゃない俺ら。いやじゃあパトさん頑張ってもらいますかとか、便所さんなんかやってくれそうって感じしない？なんか分かったっつって。これで、ね、俺で、ね、予言しておこうか。絶対出る流れだから。
あのね、弾丸塾の25日までぐち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 文句言って絶対当時作る流れだと思うんだけど。いや待てよ、俺そこまで言ってねえよ。ワド先走んじゃねえ、なんでお前が決めんだよ。毎日朝までアルさんとダンカンさんを言って、でぐちぐち言って出るの出ないのってなって、出なくていいよねっていう空気になって、で出てドレさんは完全に下手に出ると思う。もう超下からダンカンさんにすり寄って、あのドレリス大爆笑の流れだと思う。もう予言しておくわ。もうなんならこんなんでいくと思うよ。うん、でなんか滑って、なんかここで爆笑して、パトさんがズドーンって言って、ドレさんがイライラするっていう。なんかね、ドレさんのそういう芸風なんじゃないかっていう、うん、いや面白い。どうかな、ちょっと面白くなってきたな、弾丸塾。うん、いや読めたね。未来が読めたね。なんなら内股でちょこんと座ってるドレさんが映ってる俺の中で。はにかみながら。はにかみながら楽屋でみどりさんと野田とねるさんにガンガンすり寄ってくドレさんが見える、うん、いやあれ本気だかんね。これがプロだったらいいんだけど、プロで演技でできるんだってすごいけど、これ全部天然だから。あーパルが余計なことしてるよ、ドレさんのところで。いやめんどくせえな、バカだなこいつ、下手だよな、バカだな。パルが余計なこと書いてるよ、ブロックしようかな。ほんとほんと下手だよねパル、うん、アホだよな。楽しみ方分かってねえよな、潰そう潰そうに。え、ドレさんは結局出るって和道が言ってるよって、この鳩いる、この鳩いるか、全然バカだよね。頭悪いよな。今は見守る段階なのに、アホ。あーだよね、うん、面白くなる絵を全力で潰しに行くっていうね。ポンプ下手だよな。まあまあコメントでセンス出るよな、 KY 君、 KY パト君。ありがとう、パフェありがとう、バウアウさんありがとうございます、アイテムありがとう、アザース。センスもかけらもないんだったらドレさん見に行けだよ、センスの塊なんでしょ、うん、いいよ別にセンスなくても。え、今パトって言った、うん、パルって言わなかった、うん、もう眠気が半端じゃない、うん、まあまあでもなんか辞退する、ぶっちゃけた話言うとね、20名っていうエントリーの中でなんで5人追加したかって、多分5人はバックれるだろうなっていう予想なんだよな俺な。20人のうち5人に絞るっていうのを、なぜ5人増やしたのかっていうと、アドリブで
あのね、絶対バックれるだろうなっていうミーティングが中に入ってんの。そしたら、あ、増やした方がいいねってなったんだよ。絶対当日来ない人いると思うよ。なんだかんだよって。まあ、誰になるのか分かんないけど。そんな気しない？だって卵味噌北海道から来る旅費とかどうすんだよって話でしょ。収録受かってねどうすんだよって話でしょ。まあまあ配信者のいいところだよね、わがままで自分勝手で、気分屋で。いや来ないでしょ、来ない人も全然いるでしょ。まあそれも含めても、あ来ないんだだよ。来ないんならしゃあないよ。俺が楽しみなのはドレさんがバッドモード段階塾当日、バッドモードのドレさんなのかグッドモードテンションガチ上がりのドレさんなのか、どっちかなーっていう感じかな。どっちで組んだろうっていう。みんなどっちだと思う？ノリノリで来るか来ないか、バッドモードか。俺はね、バッドモードっていうか、こうおとなしい感じのちょこんってはにかんでるドレさんが絵に浮かぶんだよね。あのコミュ障だから。すげえコミュ障だから、楽屋ではすげえ盛り上がるんだけど、あのちょこんと座ってはにかみながらダンカンさんに「いやそんなことないっすよ」って言いながら。いじりどころもなくスルーされるドレさんが目に浮かぶんだよ。ああそうなんですか、じゃあ次の方っていう。それはグッドなのかな。どうなんだろうね。俺ドレさんがなんか逆に段階塾受かってほしいな、5人に。そのキャラで、内股キャラで。それしか浮かばないよね。逆にもうなんか段階さんがそこにハマっちゃってないかな。置物キャラ。全く喋らないで全く喋らないで、ずっとちょこんっている、なんだあいつみたいな。それはそれで面白いよね。どうなんだろう。面白いよな。どうなるかな。ドレさんキャワワってなるんだよ。ドレさんキャワワって。ドレさんハスハスってなる。
さあ、じゃあ俺は明日に備えてそろそろ寝ようかな。明日っていうか今日か。今日はね、ドレさんの放送でまた練習枠があるんで、もしよかったら、格闘技好きな人は見に来てください。15分であと終わりにしましょう。ねえ、疲れたね。いや、まあ楽しかったよ。何もない日より何かある日の方がいい日だから、配信会では。何にもない日より誰かが引っかき回してる方がいい日なんだよ。怪我だけしないようにしないとな。怪我したらもう元も子もねえかんな。あと何日？ 2 週間か。怖え。この試合前のナーバスだけはどうにかしたいよな。だからね、心臓がドク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 するんだよね。ドク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 。怖いよな。動悸がすごいよ。落ち着いて寝れないよね。直樹兄さんね、身長180以上でドレさんよりもでかい。でね、今日ね、直樹兄さんも自爆で、ツイキャスの自爆で練習会やるらしいから、183か。ドレさんが181だから、やっぱでかいね。ありがとう。アモマリーさん、ありがとう。今日、なんか、あれでしょ？自枠で、なんだっけ？村野さんとトレーニングやるんでしょ？でかいんだよ。11センチはね、全然、ジャブがこうなのが、こうまっすぐ打つのがこうなるから、全然軌道が違うのよ。こう打たないといけないから。ミットの打ち方もね、ちょっとね、変わるんだよね。まっすぐ普通は練習するから、こう。これがこうなるから。あと上からパンチが来るのはやっぱ怖いよ。体重が乗るから、打ち下ろしになるのね、全部が。パンチ力増すんですよ、身長高い人は。チョッピングライトとかね、右側でこう振り抜くパンチとかがあって。まあ相手がね、今日もしよかったら誰か動画撮ってくれると嬉しいんだけど。練習風景ね、オーソドックスかさ、サウスポーかだけ見てもらいたい。直樹兄さんの左手が前に出てるのがオーソドックス、右手だったらサウスポーで、切り替えたらスイッチ、これだけで全然違うから。あとはその実際みんなが見てみて、まあ大体素人の人、格闘技はね、面白いのは素人の人が強いって言ったら強いのよ。で、弱いって言ったら弱いの。これ面白いんだよ。音楽とかって分かんないじゃん。でもね、格闘技は大体ね、見たらわかるの。あ、この人強いわ、この人弱いわっていうの、まんまフォームに出るから。練習風景見てみて、強いか弱いか見てみて。格闘技はなんでわかるんだろうな、不思議なんだよね。なぜか知らないけどね、まんま素人の評論とガチガチに噛み合う。K1 とか見てたよ。初期の K1 見てましたよ。ご隠居さん。ご隠居ファイブさん。アンディ・フグとか、マイク・ベルナルドとか。後半見てたのはね、なんだろうな、後半の選手。
ボブサップが出る前ぐらいが面白かったね。要は館長がやってた頃は見てた。谷川さんの解説に変わってからもう無理だと思った俺は。もう全然的外れすぎるわと思って。俺は館長がいた頃の、だからマークハントとかか、最後の方、レイセフォーマークハントとかすげえ面白かったし、あとは誰だろうな。でもね、 K1 とボクシングは違うよ。年末にやってたやつだと思いますよ。あとバンナとか、無冠の帝王バンナとか、あの辺の時代っすね、見てたのは。もう石井館長逮捕されたから見てないっすね、僕は。すげえつまんなくなっちゃって、もうその頃プライドが始まったぐらいじゃなかったかな。総合格闘技になってから萎えちゃったな俺は。見てもしゃあねえやと思って。ビデオとか DVD とかまでは借りなかったな。生放送で見てるっていう感じかな。ボクシングは、あとボクシングはね、畠山さんとかのが好きだったな。もともとね、キックよりもボクシングが好きなの。どうだろうね、3やらないかもしれないよね、もしかしたら。ブッキングが難しいよね。コンセプトがどんどん過激になってるっつうか、なんか実力者みたいみたいな、地下格に寄ってきてるから。今地下格半分、なんか配信者地下格みたいになっちゃって、なんか俺格闘技弱くてもいいから、有名どころが殴り合ったら面白いっていうのが俺の考え方で、ちょっとこのままだとなんか格闘技がガチ勢が参入したがって、なんかどうなんだろうっていう風にはなりそうだから、どうなんだろうね、わかんないよ。とんでもない大物が来たりするかもしれないし。でもまあ、ね、今のところないんじゃねえかな。どうなんだろう。まあ、便所さんでもプロモートうまいからね、次の手考えるかもしれないし。ちょっとわかんねえわ、セゴロ3に関しては。まあでもなんか、やっぱ有名配信者使わねえとダメなんだなっていう感覚、俺は。ある程度中堅以上使わないと、なんかこんだけ盛り上がんねえんだ、みたいな。こうなっちまうかみたいな。なんかね、まあチケット売れたからいいかもしんないけど、前回ぐらい盛り上がってるかっつったらそうでもないもんね。おはようゆうこさん、もう6分で寝るよ。すごいね、5時間やって花火2発だった。悔しいっす、悔しいよ。花火師さん、最後の残りラスト5分、奇跡の花火お願いしますよ。ちょっと日曜日にも花火上がるんだっていう希望を持たせて、花火の夢を。ない、今日は。今日はワンチャンなかった。諦めた方がいいのかい。もう寝るけど、さすがにもう無理だわ。今日の日当は5時間労働で1000円の。厳しい、厳しいよ。ないの、めいちゃん。わかった、諦めるわ、寝るわ。わかった。
残念です。おやすみなさい。はい、ないか、まあ、ないよね。じゃあトレーニング頑張ります。残念です。頑張ろう。寝ますか。じゃあ皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。お疲れ様です。夜ドレさんの放送です。お疲れ。